くぞ聞いてくださいました。ちなみに私たちですね、最初にこう歴史は200というようねって流れましたけども、江戸時代から200年以上続くんですが、じゃあ200年以上変わらないものが一つだけあるんです。何だと思います？200年以上変わらないもの、なんだろうな。でしょでしょ、それは薬膳の考え方を基本にすることなんですね。実はこれも栄養たっぷりの黒ごま。